G7 ・ G 主要7カ国の外相会合が長野県軽井沢町で開幕し覇権主義的な動きを強める中国への対応で結束を確認しました夕食会では台湾への軍事的圧力を強める中国や核・ミサイル開発を加速させる北朝鮮への対応などで結束していく方針が確認されました。その上で、 台湾海峡の平和と安定の重要性で一致しました。外務省関係者によりますと、中国を念頭に、力による一方的な現状変更は、ヨーロッパでもアジアでも許されないというメッセージを打ち出す狙いがあるということです。今日行われる全体会合では、ロシアによるウクライナ侵攻が主要なテーマとなります。ウクライナ情勢をめぐり、G7 の結束を示すとともに、 中間的な立場を取る新興国や途上国への働きかけについて、すり合わせる見通しです。